野田新監督は東京都狛江市出身で、中学1年で当時の読売サッカークラブベレーザに入団。中盤や攻撃の選手として活躍し、リーグ4連覇などを経験しました。で、ちょうどお話をいただいて、まあ、私の持てる経験と、それから選手の熱意、クラブの関係者の方、それからここに集まっていただいた地元の方たちの、温かい、本当の意味での地域密着というものを目指すクラブが作れたらと思って、数日しか考える時間はありませんでしたけど、ほぼ即決させていただきました。野田監督は日本女子代表として通算76試合に出場。引退後は日テレベレーザの監督や日本協会理事などを務め、2014年には協会公認で最高峰の指導者 S 級ライセンスを取得しています。まあ、今年はもう今そうは言って も前半戦が終わってしまったので、あと残り試合考えた時は一つでも上にっていうことを目標に掲げていきたいなと思います。でやっぱりちょっとでも変わったなとか、いいサッカーし始めたら楽しいなとか、やってる側も選手もそうですけど見てる側も楽しめるようなサッカーが、今年はそれで成績も一つでも上にというのは目標に掲げたいと思います。野田監督は5月22日のアウェー戦、アイナック神戸レオネッサ戦から指揮を執ることになっています。